さあ始まりましたビートライブ TV、 ナビゲーターのターボーです。アシスタントの若野です。ゆきです。よろしくお願いします。さて今週の特集はビートライブ秋のお祭り特集。はい、秋といえばやはり芸術の秋ですよね。はい、そこで我々ビートライブチームが地域のお祭りをはじめ様々な文化イベントに参加した模様をお届けします。それでは早速いきましょう。 VTR ビートオン。京都府立当番名画の庭で開催されたイベントに登場したのはレディーナワ。上賀茂校のオルトタイプクラスから誕生したキッズ女子によるダブルダッチチームです。名画ミケランジェロの最後の審判前での演技、芸術とストリートパフォーマンスの融合ですね。上賀茂校若菜クラスのキッズたちも元気に踊りました。かわいいですね。亀岡運動公園広場で開催されたハートフェスタ2012はええやんこの街をテーマに地域のつながりを深めるためのイベントです。まずは亀岡校やすしクラスが登場。うまく踊れてとても良かったし、みんな楽しめたと思うので良かったです。続いての登場は亀岡校地下クラスのメンバーで構成されたチーム、はちゃめちゃガールズ。私たちの5人で踊った振りは多分最後になるので、思いっきり楽しんで踊れてよかったです。ダンスの後はビートライブ TV のチラシを配ってくれたはちゃめちゃガールズ。神岡の皆さん、テレビ要チェックです。これテレビ映るよ、これテレビ。八幡小学校 PTA の方々によって開催された子ども祭り、こちらはみすゞブレイククラスですよ。京都市の児童館、学童保育所が作る子どもたちのためのお祭り、京都やんちゃフェスタ2012梅小路公園はこの人だかりです。遊びを通して児童の健全育成を図るイベント、さまざまなコーナーがキッズでにぎわっていました。さあ、幼稚けど京都水族館の真横とあってこんなコーナーもありました。こちら7畳広場のやんちゃストリートライブステージもお客さんでいっぱいです。ビートライブオフィシャルチームが好評ストリートダンスジャンル紹介を行いました。手足飛びで何回飛べるかというふうな記録なんです。ギネス世界記録保持者のオルトタイプがそのスピード技を披露。キッズの視線を釘付けにしました。ダブルダッチ体験コーナーにもたくさんのキッズがトライしました。よいしょ、完璧です。ありがとう。ダンススクールの方でも楽しかった、今日は私の通っている中学校のイベントでアンダー18をで踊ります。楽しみです。地域の活性化を図るこちらのイベントに参加したチームを一気にご覧いただきましょう。楽しかったです。普段発表会とかイベントとかに来れないような、あの地元の友達とか
あの家族の人に見に来てもらえたので良かったと思います。若い子が率先してやってくれていることが何より の, あのみんなの励みになる、まあ、これはあの地域密着型 の, あの絆フェスタということで、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。一般市民の方々にトラック業界のことをより身近に感じてもらうためのこのイベント、なんと観客席が大型トラックの2台でしたよ。こちらのイベントで活躍してくれたのは大手門大学のダブルダッチチームダンデライオン、体験コーナーやパフォーマンスで盛り上げてくれました。はい、今日はこのようなイベントに呼んでいただいて、ダブルダッチの体験コーナーなどダブルダッチの普及もさせていただいて、すごく自分たちのためにもなったんで、すごく楽しいいい経験になりました。第40回を迎える伝統ある八幡市民文化祭、 KBS カルチャー八幡校を中心とした5チームが参加しました。なんとその5チーム全てに出演したのがこのセレンちゃんです。5チーム連続で踊る体力もさることながら、衣装の早着替えが大変です。リハーサルでしっかり練習。まずはミスズクラスからのミヤクラスへチェンジ、急げー。さあミヤクラス終了からのキャプテンファルコンへチェンジ、おっとっとっと頑張ってキャプテンファルコンからの若菜クラス、最後は若菜クラスからの桃クラスへチェンジ、おー早い早い、リハーサルバッチリ終了。さあそれでは本番の様子をご覧いただきましょう。衣装チェンジ成功したかな。大変やったけど頑張れました。いやー生徒さんより応援団の方が多そうですね。とにかく大成功で終了しました。さあこちらのお祭りに参加したのは2クラスです。まずは渦政校石田クラス、レッスンの時はどんな感じですか。楽しく踊ってます。楽しくみんなでワイワイと、先生結構ねあのわーっていう先生ですもんね、はい、こちらはチョコレートホール高1クラス、楽しかったです。微力だけど無力じゃない、子どもたちの明日のためにがテーマのどんといけ祭り、保育園や幼稚園の先生が手作りで作るお祭りです。名物ロングのり巻きはなんと64メートル。踊り終わったキッズたちも家族みんなで祭りを楽しみましたよ。今日はいいお天気で子どもたちも普段の練習の成果を出せて、とてもいい顔、皆さんいい顔をされてました。こういう機会をもらえて子どもたちもこれからもっともっと頑張れると思います。今日は本当に大成功でした。ありがとうございました。いい顔。
オーディションで選ばれた12歳以下のチームです。それでは早速踊っていただきましょう。明石家ふれあい祭りではビートライブアンダートゥエルブが元気に踊りました。こちらは亀岡港から駆けつけてくれたやすしクラスの皆さんです。失敗もあったけど思いっきり踊れたので良かったと思います。これからもこういうイベントに出ていきたいです。ビートライブのイベント参加シリーズは秋のお祭りシーズンからクリスマスシーズンへと続いていきます。そして12月23、24日に開催される15周年イベントダンスメッカに今回登場したクラスも全て登場します。どうぞお楽しみに。お楽しみに。